月にこちらのプラネタリウムプロジェクターを Amazon で購入しました。2歳になる上の子が夜になかなか寝たがらないことが多くて、寝る前の YouTube の視聴がもうルーティーンになってたんですよ。ただ、寝る前のブルーライトは良くないと聞きますし、どうしても YouTube を見る時間を減らしたくて、こちらを購入しました。壁に星空が映し出されてゆっくり回るので、ここに別にオルゴールを流して寝るようにしています。あれに映ってるのは何とか、あれ風船かなとか、こうお話をしながら眠れるようになっています。替えのフィルターも5種類ついてくるので、飽きずに楽しめそうです。大人も結構気持ちよく眠れる気がします。5月に夢かインテリアのキッチンを購入しました。食材を準備したり、お鍋で調理したり、子供のおままごとには欠かせないキッチンです。楽しく遊びながら飼育できるのがいいなと思いました。キッチンの中にはまな板、包丁なども必要なもの一式全て揃っているので助かります。デザインがね、とっても可愛いので、リビングに置いておいても気になりません。ここは2段に分かれていて、上はまな板で、下の方にはカニとお魚を入れています。8月にキュボロベーシスを購入しました。将棋の藤井聡太さんが幼少期に遊んでいたと話題の立体積み木になります。娘2歳でちょっと早いかなと思いながら早めに遊ばせている感じなんですけれど、結構遊んでくれます。こうやっていろんなパーツがあるんですよね。穴が開いてたりとか、道ができててとかで、これをつなげてビー玉をここに転がせて遊ぶっていうものです。娘はまだこうやって道つなげたりっていうのはできなくって、こう並べて重ねたりして遊んでるだけなんですけれども、親がハマります。親が一緒になって遊んで少しずつやり方を覚えてくれたらなと思っています。対象年齢が確か5歳からっていうのを書いてあるので、小学生くらいになったらいろいろ理解して遊べそうなので、高いけど長く遊べて価値があるかなと思います。8月にセガトイのアンパンマンおしゃべりいっぱい言葉図鑑スーパーデラックスを購入しました。これは娘の2歳の誕生日に購入したんですけれども、この先長いこと遊んでくれるかなと思ってこの言葉図鑑を選びました。気に入ったところは日本語、英語、2語分が同時に学べて、ジャンルと芯がすっごい様々で機能もたくさんついているので、娘もすごく楽しいみたいで毎日これで遊んでいます。娘が特に気に入っているのは乗り物の効果音だったりとか、動物の鳴き声とかもすっごい好きみたいで、言葉とかも真似してリピートしてくれてるので、これからたくさん言葉を覚えてくれそうです。旅行に行く時に使う用の子供用のキャリーケースです。こうまたがってここにベルトを留めて、でここに手を持つ場所と足をかける場所がありますよ。旅行に行く時にキャリーに乗って、お出かけしてくれるので、めちゃくちゃ買ってよかったものです。これを開けると全部チャックになってるんですけど、じゃんじゃん、ものすごいたくさんの量が入ります。ものすごく便利なキャリーになります。ちぶちゃん乗る？よいしょ。ちぶだよ。ひゆくだよ。はい。じゃん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 。10月にジェラートピケのパウダーうさぎベビーラトルを購入しました。肌触りが良くて見た目が可愛いのがまずそこが目を引きました。うさぎの耳にカサカサするやつが入ってるのと、お腹にこう優しい音の鈴が入っていて、子供が気に入るようにできています。こんな感じでずーっと持って歩いています。6月に西松屋のスマートエンジェルのソフトベビーサークルを購入しました。入り口がチャックで閉められたりとか、布なので解体して洗うことも可能です。うちではリビングで使っているんですけど、中におもちゃもね、十分に入る大きさなので、もう娘のおもちゃはここだけっていう風に決めていて、なのでリビングが散らかることもほとんどなくって、で娘もね、こう開いていたりとか、メッシュなので外が見えたりするので不安になることもなく、中で楽しくいつも遊んでくれています。9月にベイビーゲターンの抱っこ紐を購入しました。2人目が生まれて家事をする時とか、上のお兄ちゃん今2歳なんですけど、その子と遊ぶ時のためにタブの抱っこひもとして購入しました。とってもコンパクトで軽いので家の中で使う時にすごく役立っていて、特に料理をする時にとっても役に立っています。スムーズに手が動かせてすごく便利です。密着度がこんな風にすごく高いので、赤ちゃんが安心してすぐ寝てくれたりとか、新生児からこれ使えるんですけど、他の抱っこひもで赤ちゃんが動いちゃって心配だなっていうのがあったりしたので、この密着度の高いベイビーケタンは安心して使うことができました。こちらマイクロのペダルなし自転車になります。シンプルなデザインが気に入っていて、このブレーキがついてるところもお気に入りです。かなり毎日乗っているのでもうボロボロになってきているんですけれども、ここの穴のところとかに付属品をつけられたりとか、フロント部分にポーチがつけられたりとか、いろいろアレンジが効くタイプのペダルなし自転車になります。でデザインもシックなところが気に入っております。7月にサムライ家具のキッズテーブルを購入しました。お家の中でもっと楽しく集中して遊べるスペースを作った方がいいかなと思って購入しました。ただですね、うちの場合はすごく元気な男の子がいて、もう走り回って家の中でも怪我しちゃう勢いだったので、角のあるキッズテーブルだと心配だなって思ってて、こちらはどこにも角がない作りになってるんですよ。全部丸っこくカットされてて、この足の部分とかも丸くなってるので、安全面に配慮されてるところが購入の決め手になりました。で普段はリビングの真ん中にこんな風に置いてて、おもちゃとかレゴとかをここで集中して遊んでます。我が家ではすごく買ってよかったなと思ってます。4月にネットでマット付きトランポリンを購入しました。それがこちら。自粛生活が始まった時に子供たちにトランポリンが欲しいと言われ、ネットで探してこちらを購入しました。でトランポリンって5分飛ぶだけで1キロのジョギングと同じなんだって。だから子供たちの運動不足解消にも役立ってくれたし、私も一緒に使ってます。このトランポリンは金属を使ってないので、いわゆるギシギシギシっていうきしむ音もしなく、もうとっても静かだし、マットがついているから床も傷つかないで安心して使えます。